輪島市一ノ瀬町では元日の能登半島地震で大規模な土砂崩れが発生。近くに住む柿地秀次さん当時56歳が自宅ごと土砂に飲み込まれたとみられ行方不明となっています。地震発生から間もなく11ヶ月が経とうとする中、昨日捜索に動きが。柿地さんの住宅の基礎部分あたりの土砂を取り除いたところ、身元不明の男性の遺体が見つかりました。遺体は赤いジャージを身につけていて、関係者によりますと柿地さんが着ていたものとよく似ているということです。年前に見つかって本当によかったです。正月見つからんと正月になるがねえかと思って、それだけが心配でね、もう諦めとったから。諦めとってもやっぱりね、あの親孝行で働きもんやったからね、捜索してもらった人に感謝だけしかありません。10ヶ月と25日ですかね、それぐらい経ってますからね。そういう途中豪雨があって中断して、また再開、18日に再開して、それで1週間で見つかって、はあ、よかったなと思ってますよ。警察では遺体が柿地さんの可能性があるとみて DNA 鑑定を行い、身元の特定を進めています。能登半島地震をめぐっては県内では未だに輪島市の3人の方の行方が分かっていません。このうち3月以降捜索活動が中断している名船町と町の町の現場については、安全に捜索ができる環境が整い次第再開するとしています。